どうもフードトレーナーの三戸真理です。今回なんですけれども、2021年4月三戸真理が生きててよかったなと思ったこと5選、新シリーズお送りしたいと思います。ところでその前にお知らせなんですけれども、ラジオ日本、アフルエント大人のこだわりという番組に出演させていただきます。パーソナリティは、元フジテレビアナウンサーの高橋真麻さん、5月11日火曜日23時45分から24時までの番組です。内容は、三戸真理がおすすめする朝食の取り方なんかを、真麻さんの、こだわり、食のこだわりなんかをね、イエーイ食のこだわりなんかは一緒に話しさせていただきながら、はい、収録させていただきました。真麻さんの著書もね、いただきまして、私の著書も交換させていただきました。イエーイ。それと、サッカーライターで、著者である、宇都宮哲一さんの、ウェブマガジンとYouTube にも、今週出演させていただきます。こちらもご案内は、各種 SNS でお伝えして、詳細はお伝えしていきたいと思いますので、チェックお願いします。では本編をご覧ください。はい、というわけで2021年4月三戸真理に起きた生きててよかったなと思ったことを5選早速始めていきたいと思います。よく買ってよかったなみたいなのはいっぱい出てると思うんですけど、三戸真理に起きたね出来事を、振り返りながら生きててよかったなと思ったことを、ご紹介していくシリーズです。で、よくねツイッターとかで感謝をね述べたりもしているので、三戸真理がよくいろんなことに感謝したり生きててよかったなって思ってるでね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、早速5つやっていきたいと思います。まずは1つ目、師匠にスイカをプレゼントはい、師匠、私の師匠9歳の娘なんですけれども、今までね一人で行動するってことはあんまりなかったんですが、この度、緑の窓口にてスイカ、スイカってカード、交通系 IC カードをプレゼントしました。そしたらもうスイカをピッてすることがすごいこう感動している、それが大人みたいな感じでめちゃくちゃ喜んでくれて、春休みそれが一番嬉しかったらしくて、私が初めて定期券からスイカに、スイカ定期に切り替えた時のことをねすごい思い出して、ああ生きててよかったなって、なんかこう時代のバトンタッチした感じして、はい、それが生きててよかったこと1つ目です。2つ目、荒井義明選手のプロデビュー戦に立ち会えたこと、はい、生きててよかったなって思いました。4月、荒井選手とは大学ご卒業前からのお付き合いでして、今4年目のお付き合いになるんですけれども、ポジション柄ねなかなかこう出場機会に恵まれないということもありまして、でこの度4月にようやくプロデビュー、されました。素晴らしい、本当ね、会場ついてアップのね時からもう、こちらおばば感極まってるわけですけれどもご家族がね近くいらっしゃるかもしれないと思って泣いてはいませんでしたが、はい、もう感極まっておりまして、今でも思い出すだけでね涙出そう。はい、入場の時からもうずっとビデオ回してキックオフのピーって鳴るまでの間もずっと、もうなんか学芸会ですかみたいな感じでずっとビデオ回して、はい、もう全部撮ってあります。はい、もう感動しました。プロデビューおめでとうございます。いつもご活用いただきありがとうございます。これからもね
2試合目3試合目に向けて頑張っていきましょう。3つ目、カフェの店員さんの対応にしびれた。4月に夜まで接種をいただいてた日があったんですけど、カフェのラストオーダーギリギリの時間に電話しまして、私 の夕飯作っていただけませんかということで、閉店時間ギリギリしか取り行けないんですけどいいですかってお願いしましたら、心よく作っていただきまして、カフェ の閉店時間ギリギリに取り行ったにもかかわらず終始笑顔でね、お仕事お疲れ様ですと言っていただきまして、プロの店員さんの対応にね、しびれました。はい、生きててよかったなと思いました。4つ目、レモンをたくさんの方にご活用いただけたこと。4月はもうレモンをたくさんの方に本当届けたくて、本当にいろんな苦労、天候とかね、あと離島、八丈島っていう離島から運んだりとかするので、本当いろんな苦労もありまして、店長にもすごく夜中まで迷惑働いていただきました。ブラック企業なんですけれども、本当にいろんな方のご活用いただきまして、大分トリニータさんではオーセンティックレモンウォーターとしてもご活用いただきましたし、カフェではね、ドリンクとコラボしていただいてます。現在もお取り扱いいただいてますし、スコーンの、ね、中に八丈島レモンを入れていただいたりですとか、当店の EC サイトでもまだレモングラノーラとして、販売させていただいておりまして、本当はいろんな方に活用していただいて、喜んでいただきました。皆さんありがとうございます。私も店頭にね立たせていただいた日もありまして、本当生の声というか皆さんの反応をね間近で見させていただきまして、はい、三泊さんのレモンだよねみたいな言ってもらえるまでね、徐々になってきて、本当生きててよかったなと思います。来年もレモンの販売ね、皆さんにより良い形で届くように頑張ります。ありがとうございます。はい、最後5つ目、富士山がめちゃくちゃ綺麗だったこと。はい、私よく飛行機に乗させていただいてるんですけれども、以前CA さんから4月はすっごい富士山綺麗だから富士山が見える席ぜひ乗られてくださいねって教えていただいてまして、その日たまたま富士山が見える側の席取れまして、外をねずっともう見てたんですけれども、富士山がめっちゃくちゃ綺麗で、はい、日本人って本当富士山見るだけでエネルギーもらえますよね。パワー本当いただいて、はあ、生きててよかったなと思いました。こんな三泊の4月、2021年4月、生きててよかったなと思ったこと5選、はい、新シリーズでした。ありがとうございます。はい、ということで、いかがでしたでしょうか、新シリーズ。はい、次回はなんと10作目ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。次回もね楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、どんな企画がいいかとか、ぜひコメント欄にこういうの見たいよみたいなのをね寄せていただければなと思います。そこの美しいあなた、はい、そこのイケメンのあなた、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでフードトレーナーの三泊でした。終わりよければワンダフル。When my head is full of questions and the sky is full of rain, when I'm worrying about what I can't changeI take a look at my reflection and try to make a funny face. And for a second, all my sorrows melt away. As if we just